見ると少ない、まあリスナーは嬉しいんじゃない。440キロあるからね、見れない人は喜ぶんじゃない。あーほら5006時間かかるよ、行くのこれ。熱海に行けば、あ、そうなの小指ちゃん、本当？花火大会行きたいな、花火大会。じゃあちょっとバイさんのね復活を祝して KP 乾杯しよう。ちなみにですけど、連絡来たんだけど、みんなと同じ内容かな、これ。こう来ました。みんなと一緒かな？わからんけど。連絡来ましたんで。まあ知ってる人も多いと思うけど、一応。こうツイートしてますんでね。はい。ということです。で、あとですね、モンジョリ以外ですごいちょっとガチ恋ができちゃって、ちょっとガチ恋の紹介もしとくね。なんかね、ガチガチのガチ恋からすごいラブメッセージがすごくて、ちょっとまたやっぱり。女がいないせいか、またちょっとモテ期来ちゃうかもしれない。誰すごい多分ガチガチ恋なんだと思うんだけども、フェラさせてください、フェラしたい、大好きなんですが、フェラさせてくれませんか。めちゃくちゃフェラしたいらしい。で、俺一番下のやつ今日来たんだけど、うん、そんなにフェラしたい？いや、一番下のやつ今日来たんだよ。そんなに したい？女はね、男はさ、女好きじゃん。はやりてえなっつったら、あ、マンコ舐めたいとかって思うんだけど、男、女もそうなの。おつじょりいらっしゃい。女の子もそうなの。は舐めてえなとか思う。ちょっとムラムラしたら思わない？いや、男は思うよ。おっぱい揉みたいなとか、おっぱい触りたいなとか、君にしたいなとか思う。溜まってるとエッチしたいなと。ただ入れたい、やりたいでしょ。女は思わないの。あ、そう。あとですね、あるもの送られてきたんで紹介します。はい、1つ目、お寿司のふわっちくん。これは何のイベントかわからんけど、これ届きました。欲しい人いる？あげようか。お寿司のふわっちくん、じゃあ届きました。いらん？で、はい、たこ焼きのふわっちくん、たこ焼きのふわっちくん届きました。これ何のやつ？なんかよくわからんけど。あと、これなんだ？なんか、エジプトっぽい茶摘み、お茶を摘んでる人だって、静岡のお茶摘んでる人。これ、頭にタオル巻いてんのかな、これ。これ届きました。これ一番かわいいわ。フグのふわっちくん。
これも届きました。これ1個しかないんで、これがね、1個です。欲しい？なんで届いた？いや、わからん。なんか届いた。なんかイベントやってたっけ？忘れちゃった。なんかやってた、こういうやつ。欲しい？じゃあ、今月爆投げしてくれた人にあげようかな。やらしい？いや、今月ちょっと、とりあえず10日に来るじゃん。人が、ちょっとモチベーションが本当に湧かなくて、ちょっとお金を稼げないかもしれない。どうしよう。配信のモチベーションが湧かないんだ。匿名してたけど、えらいね、みんな匿名機能使わず。モチベーション大事だよ。気合い入れよう。政治みたいにあのビンビン物語する。ビンビン物語。でもあれね、客観的に見た時にさ、ウイタンってすごいいい子だったじゃん。で、ウイタンと別れてやることなのと思った。あんなクソみたいなさ、あのやりまん女といたら虚しくならない？顔優しくなった。まあ嬉しいからね、金梅さん復活して。だったらまゆちゃんの方がいいじゃん。全然まゆはやりまんじゃないと思うよ。うん、あ、みさみさはビッチだったね。バエさんに会おうってまだ意識戻ったぐらいだから、まだダメだよ。多分あと1ヶ月ぐらいかかるだろうね。うん、1ヶ月ぐらい。で、俺はあの前回もちらっと話した時に言ったけど、お酒を飲ませるのを止めるアンチが増えてもね、退院祝いで飲ましてやれーぜーもいると思うんだよ。でも俺は飲ませない派にちょっとなろうかな。うん、長生きしてほしいからね。あれもね、あのなんとか脈瘤も何回も破裂するとその分リスクが高くなるんだって。1回目の時よりも2回目3回目の方が死ぬ確率が上がるから、もうその静脈瘤が破裂しないようにしないとダメなんだよ。調べたんだけど、奈々ちゃんの電話で013知りました。じゃあ、あたりがうちのリスナーになって、うん、あの小獣とリスナー欲しくてさ、ね、奈々ちゃんとこ見てるとあれやれこれやれってすごい小獣とじゃん。ああいうリスナー欲しくてさ、うちももううるさいやつ、ああでもないこうでもないって。そういうリスナー少ないから、うちの枠って俺が絶対なんだよ。俺にあんま逆らうやついなくて、うん、でコメントが面白いじゃん。まさつぐの枠って、まあ言うこと聞かないけどね。逆らったら文句言うよ、録音するよ。うん、ここのコメント優しいからね、みんな。もうちょっと反発してもいいけどね、優しいからね。何も言えないもんね。コメントにピキッともやめないじゃん。でもうちはやめるじゃん。うん、うまいわビール。久しぶりにうまいと思っちゃう。なんでだろう。
あんま好きじゃないんだ、お酒。普段飲まないじゃん。今日はうまい。タイトルで閲覧稼ぎか。いや、今日はやらないとダメでしょ。その話題に少しでも触れたんだったら、やっぱりやらないとね。うん、今日はいい日だよ。ユーノのお仕事がなくなっちゃうね。ユーノのお仕事が。カッコつけってカッコつけてないですよ。カッコつけてるように見える？カッコつけてないんだけど。まあ髪型は最近流行りのセンター分けにしてるよ。センター分けが流行ってるんだって。カッコつけすぎ？カッコつけて。こうちょっと斜め上見ないと。こういう感じでしょ。でもっとカッコつけるとこれぐらいでしょ。ちょっとアップで。こうやってカッコつけた方がいいんじゃない？ちょっと光飛ばして抱かれたい。これがカッコつけてるんだよ。どうしたお前ら。こっちがいいの？寂しかったろ、配信しなくて。俺も寂しかったよ。お前らに会いたかった。待たせたな。寂しかったろ。じゃあ今日は1時間ぐらいやるね。1時間ぐらい。わかった。誠治いるから大丈夫？あ、凛ちゃんとね、見とけよ。お風呂入ったよ。早起き。うん、こっちの方がいい。ブーちゃん結婚してないでしょ。しないでしょ。あんな夜の仕事始めて。定時は面白いけどワンパターンかな。だから歌舞伎町にいてもやることないじゃん。だから女と遊ぶぐらいしかないわけよ。あ、ゆうちゃんありがとうね。お茶爆ください。お茶爆。で、まゆいないって。連絡も取ってないわ。連絡も来ないわ。珍しく。もう完全に終わったね。復縁しないよ。ベガン取ってるわ。毎日パルと遊ぶのもちょっとね。あんま よろしくないでしょ。あ、ゆちゃんありがとう。茶爆いい子だね、ゆーちゃん。あ、ぬこもありがとうね、ごちゃん。ぬこちゃん。ありがとうございます。29個しか飛んでないんで、ちょっと50個ぐらいまで。マイロスになってないの。もう、めめしくしないっつったじゃん。だから、めめしくしちゃうとき配信つけてないから。もうしないよ、メンヘラ放送。してほしいの？もういいでしょ。俺もね、何回もやってるうちに
多少強くなるわけよ、精神的にね、うん、あ、リリちゃんありがとう、ありがとうね、リリちゃん、うん、変わったんだよ、あ、リリちゃん2発ありがとう、もう女いらないよ、リキちゃんもありがとうね、まあ嘘かどうかは1ヶ月2ヶ月見ときな、うん、人の人生かき乱さないようにするわ、うん、1日オーナーに2回してる、あ、いや